はい、皆さんどうも橋本でございます。今日は月1回恒例のタイムショックをお送りします。今日のテーマは滋賀県難読地名編です。難読地名というのは一般的ではない特別な読み方をする地名でありまして、全国47都道府県でも地元の方ではないとなかなか読みにくい地名というものが存在します。今回は私の住んでいる滋賀県の難読地名編をテーマにしたタイムショックを制作しました。最初はもう他県の方でも読めるんじゃないかというのも簡単なものから始まるんですけれども、後半にかけてだんだん難易度が高くなっていきます。滋賀県在住の方でもパーフェクトを取るのはなかなか難しい設定しましたので、ぜひ皆さん挑戦していただけたらと思います。それでは滋賀県難読地名編参りましょう。タイムショック。